ここからですね、辰沢不動滝を目指します。車がこの手前に止められましたんで、ここからですね、辰沢不動滝を目指します。なんかスノーシューで歩いた足跡がないんで、まあアイゼンで行けるかなと思って、とりあえず日が暮れる前に、目的地に着くよう歩きます。はい、歩き始めてですね、10分ぐらいが経過しました。まあ、比較的ここは平坦なんで、まあ、雪の深さがですね、先ほど の小野川不動滝と比べるとかなり歩きやすいですね。でここもさっきと同じように今農道、通常であれば多分ここ農道になってると思うんですけど、まあ、農道を、ひたすら歩いてる感じなんですが、左手にですね川が流れてますんで、まあ、川沿い、まあ、滝の水が多分注いでるんだろうなと思うんですが、川沿いを、まあ、歩いています。でただですね、この手前に、まあ、集落があったんですけれども、
まあ、ずっとこう除雪がしてあって、まあ、そのおかげで、車で来られるんですけど、結構アップダウンがあるんで、ちょっと雪の日なんかはで結構こう積もるペースが速いと車がこうスタックしちゃったりとか、そういうような場所だったんで、まあ、今日も今来るとき、もし降ってたら積もると嫌なんで引き返そうかなと思ったんですけど、その辺はまあ気をつける必要があるのかなと思います。で、まあ、こんな感じでちょっと下も今結構硬いんで、スノーシューじゃなくてアイゼンでそのまま来られると思います。一応今背中に背負ってますけど、この分だと多分このままアイゼンで行って帰ってくる方が足の負担も軽いかなというふうに思います。これ以上ですねちょっと接近できないんで、川の様子はこんな感じです。こちらもですね、今日昨日と、まあ、連日こうどなたか多分来てますんで、まあ、そのトレースが残ってますんで助かります。はい、ちょっとここぐーっと登ってるんですけど、本当だと多分ここまで車で来られて駐車場がここなんですかね、もしかすると多分ここに止めて歩いていけるよっていう表示なんじゃないでしょうか。はい、歩き始めて1キロ弱ですね、20分ぐらいで来られましたけれども、こちらも鳥がありますね。ここがなんか第一駐車場になってるみたいで、この鳥をくぐって、向かうこともできるのかな。パワースポットとなってますね。尾滝と目滝2つあるようですね。ここから10分。はい、では鳥居をくぐってここから 350m だそうですね。はい、16時8分ちょうど30分ですね、ゆっくり歩いてきましたけども、1.3 キロぐらいですね。立沢不動明王、足場が組んでありますね。お、さっきの小野川の滝とはちょっとまた違う感じでこじんまりとはしてますが、でも下の部分はちょこっと凍ってますね。あれ、これ1個しかねえのかな。左側もしかしたら本当は出てたんですかね。あっちは出てないですね。こちらだけ、尾滝ですかね。あちら側が、目滝、女の滝だと思うんですが、まあ、水が多分凍ってしまってて、もう全く何も出てませんね。下の部分は、まあ、氷、あ、でも出てるな。ちょこちょこっと出てますね。これ肉眼じゃ見えないんですけど、こんな感じでちょろちょろっと出てますね。もう下の部分からかなり凍っています。
はい、4時21分、ちょっと帰りというか、今日はまたこっちに泊まるんで、まあ宿の時間もあるんで、早々に退散して、まあ帰りは下りなんで、このまままた車を止めた駐車場というか、駐車場じゃないんですね、あそこは入り口ですね。いやいや、そこまで歩いて戻ります。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。今日はですね、まあ浦磐梯の、滝散策2本立てということで、もう本当であれば浦磐梯スキー場の上にあるイエローホールっていうガスが出てる滝があるんですけれども、まあ、そこも一応行こうかなとは思ってたんですが、なんか午前中というか朝天気悪くてガスっちゃうとやだなと思ったんで、今日はですね、小野川不動滝と、こちらの辰沢の滝の2本を、散策した模様をお届けしました。で、実はですね、今回の磐梯の旅はですね、明日の、五色沼が、メインでして、そちらもですね、気になる方はぜひ、ご覧いただきたいなと思います。今日はですね、このまま、浦磐梯の、宿に泊まって明日に備えたいと思います。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。